それでは離乳食の食べさせ方についてお話しする前に、僕と約束です。出る前は必ず手洗いをしましょう。残してしまっても後で食べ残しをあげたりしないでください。食後は赤ちゃんの様子をよく見てあげてくださいね。赤ちゃんのためにも必ず守るようにしてください。では赤ちゃんに離乳食をあげる時の姿勢を説明します。最初は一人でお座りできないので抱っこして食べさせてあげましょう。赤ちゃんの体を起こしてお互いの顔が見えるようにしましょう。この時寝かしすぎていると食べにくく、逆に体を起こしすぎると疲れてしまうので、ちょうどいい姿勢を探してあげてください。赤ちゃんの体を寝かしすぎていたり、テーブルの方を向いていてお母さんに赤ちゃんの顔が見えない状態にならないよう気をつけてください。最初のようなお互いの顔が見える状態で食べさせてあげましょう。赤ちゃんが一人でお座りできるようになったら、椅子に座らせてあげるようにしてください。椅子に座れるようになっても最初は不安定ですので、きちんと赤ちゃんを固定できるような椅子を選んであげましょう。では離乳食の食べさせ方について説明します。まずはこれ食べようねと離乳食を見せてあげてください。そうしたらスプーンで下唇をちょんちょんとします。お口が開いたらスプーンを入れ、口が閉じたら水平にスプーンを抜いてください。スプーンを抜くときにこのように唇に吸い付けるように抜いたりしないようにしましょう。それからこれが大事なポイントです。離乳食をあげるときは必ず声かけをしてあげてください。いただきますや、おいしいねなど赤ちゃんに言葉をかけてあげて、楽しく離乳食を食べましょう。今日は人参だよ。ここで赤ちゃんのお口の動きについて紹介します。この時期の赤ちゃんは舌を前後にしか動かすことができません。そのため食べ物が口の中に入ってくると、自然な反射でベーッと舌を前に出して食べ物を吐き出してしまいます。決してご飯がまずくって吐き出しているわけではないんですね。最初はこのように吐き出してしまいますが、何度も練習しているうちにだんだんとうまく取り込めるようになります。それから唇もうまく閉じることができません。唇が閉じられないと食べ物をうまく飲み込むことができずにこぼしてしまいます。試しに皆さんも口を開けたまま食べ物を飲み込もうとしてみてください。うまく飲み込めないはずですよ。このようなことは赤ちゃんがおっぱいを飲むときの口の動きと、ご飯を飲み込むときの口の動きが違うために起こります。今まで母乳や育児用ミルクだけを飲んできた赤ちゃんはまだ食べ物を飲み込むときの口の動きがうまくできません。でも大丈夫、繰り返し練習していくうちにだんだんとうまく飲み込めるようになります。なので焦らず
けてあげてくださいね。離乳食は最初一さじから始めていきます。一さじというのは計量スプーンの小さじ1杯分です。これはだいたい離乳食スプーンでいうと3杯分ぐらいになります。最初は小さじ1から始め、それを2、3日続けたらさらに1さじ増やします。これを繰り返して少しずつ量を増やしていきます。離乳食は最初はおかゆから始めます。おかゆが小さじ3杯ぐらい食べられるようになったら、今度は野菜を1さじから始めていきます。離乳食を始めて1ヶ月くらい経ったら、次は豆腐などのタンパク質を上げていきます。これらの分量はあくまで目安ですので、ぴったり同じにできなくても大丈夫です。では離乳食について分かったかな。赤ちゃんのペースに合わせて焦らず進めてね。もし分からないことがあったら保健センターに相談してください。それではチャオ。